皆さんこんにちは。本日も自習ありがとうございます。クエストです。プロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、今回なんですけれども、ランキングイベント、ターニングポイントがね、本日終了いたしました。で、まあそちらの結果発表っていった形の動画になっております。で、早速ね、今回のイベントの、順位を発表したいと思います。というわけでこちらなんですけれども、累計ステージポイント4172万6518でランキング2285位ということで、無事ね、選択 S と選択 A の方の契約書も、獲得できました。はい。で、まあランキングに関してなんですけど、こちらのようにね、まあ3万位で、まあ3300万という形になってるんですけれども、まあ昨日の時点、夜の時点で考えると、やっぱり最後の最後にグッと伸びてきたなっていう感じが強かったですね。まあちょっと不安やったんで、まあ1万位目指してたんでね、一応4000万まで積んだんですけど、まあ1万位ボーダーが、3800万ということで、まあ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 、おおよそ予想通りかなっていう感じですね。まあ3万位が思ったより上がってきた。まあこの3万位と2万位がね、すごい詰まってくるっていうのは、まあランキングは毎回あることなんで、まあそこも含めてね、まあある程度は予想通りかなっていう感じなんですけど、まあやっぱ上がってきたなっていう印象が強かったですね。というわけでね、まあ今回この S ランク TS 選択契約書を獲得できましたので、もうね、ここはもうじらしたりしません。我らがオリックス金子千尋投手獲得していきたいと思います。気づいちゃったー。というわけで改めて金子投手獲得していきたいと思います。いやー、金子千尋投手はね、まあリア対リーグともにね、まあ、リーグって言っても純正の方のリーグっていう感じなんですけど、まあね、強い選手になってますんで、獲得できたのは嬉しく思います。はい、というわけで金子千尋投手獲得です。ありがとうございます。というわけでね、まあ選択 S 契約書は金子投手という形で獲得したんですけれども、選択 A の方はね、まだちょっとこれにかかってるんですよね。これ次第で、誰を取るかっていうのは変わってくるんですけど、中村典弘選手コンタクトヒッターで同値になるんですよ。なので、まあこの3枚だけなんですけど現状、まあ、おそらくだからのりさんの A 取ることになるんかなと思うんですけど、まあ、コンタクトヒッターチャレンジ行ってみたいと思います。まあ、星2は多分 35% がマックスなんで、まあここは全部ね、本なしで、まあ、極意書を増やすという意味も込めてやっていきたいと思います。それでは1回目ですね、ここマジでミーパー同値決めたいんですけどね。はい、よろしくお願いします。とりあえずカーンって言ってくれたら、カーンって言ってくれたらとりあえず安心。はい、シュピン、はい、シュピン、超人、全然バズーカですね。うん、全然バズーカ。最近マジでね、星2でいいのにっていう時にはね、もうびっくりするよ。星3、星4来ますね。じゃあ2回目いきたいと思います。とりあえず、スタートラインに当たると。よし。うん。ちゃう。星2が来て圧縮させてくれることもないままですね。はい。まあ今回の動画は、一応ね、ここで締めという形になりますんで、ここでぜひともコンタクトヒッター決めて勝利の雄たけびで動画を締めたいと思います。それでは最後ですね、称号チャレンジいきたいと思います。お願いします。うわー、いっちゃおう。